モアナルアガーデンは24エーカーの広さを持つ私有の公園。ハーイ州ホノルル市モアナルア地区の週刊高速道路 H201 号線沿いトリプラーリーク群病院の近くに位置する。かつては地元の実業家で地主であったサミュエル・ミルズ・デーモンの保有する辞書であったが、現在ではデーモンの彦が経営するカイマナベンチャー社の所有地となっている。この公園は 後のカメハメハ5世となるロット王子が暮らしたコテージの所在地として知られている。高齢行事であるプリンスロットフラフェスティバルの会場でもあり、日本では日立の木として有名なモンキーポットの大木の生育地としても有名である。コテージカメハメハ5世のコテージは園地の生誕に位置する。カメハメハ王朝ロット王子によって建てられた。厨房と食堂、寝室よび今、 娯楽の間と三つに分かれた平屋を屋根付きの回廊で繋いだ構造になっている。1884年に死去したバーニス・パワヒ、ビショップ王女の遺志により、サミュエル・ミルズ・デーモンがこの建物及びモア・ナルアのアフプアーを相続することになった。デーモンはコテージを修繕して住居として用いていた。この建物が現在の場所に移築されたのは1960年のことである。 日立の木日立の木とは、公園の中ほどの草地の中央部に生育する特徴的な傘状の樹形を持つモンキーポットの大木のことである。この木は、ホノルル軍の特別保護樹木として登録されており、市議会の承認なく除去及び破棄を行うことはできない。日本の電気メーカーである日立製作所がこの木を1973年から企業シンボルとして使用している。 かつてデーモン財団と日立は協定を結んでおり、日立製作所は年間2万 US ドルの使用量と引き換えにこの機の映像を宣伝活動に使用する排他的権利を得ていた。2004年にはサミュエルデーモンの最後の孫が死去。財団の解体に伴い、この協定の法的な見直しが行われた。日立側は新しい所有者、カイマナベンチャー社と協議し、 2006年12月には年間40万 US ドルの宣伝使用権料を2016年まで支払うことで合意。しかし公演に関わる費用は年間60万 US ドルに上り、日立製作所からの収入を上回ると見られている。ありがとうございます。